はい。はい、ってのはいいね。なんだかね。さあ、そろそろですね、まあ、桜島のですね、オールナイトコンサート、まあ、日にちはもうみんな、知ってると思いますが、来年の、2004年8月の21日に決まったわけですけどもね、まあ、そのことをね、少しちょっとまあ話してみようかなと、思うんですけれどもまあですね、俺が生まれた瞬間から俺を見続けてきた雄大な島、これはマウント桜島ですね。桜島マウンテン、もう今もなお噴煙を吐き続ける活火山はですね、まあ、俺の生きるエネルギーの激しさの象徴でもあるわけです。そしてまたね、4年前に死んでしまった、俺のおふくろでもあるわけです。はたまた、倒れた親父でもある。それはまあ来年2004年8月21日、俺はここにですね7万人の観客をですね、集めて、オールナイト野外ライブを決行するわけですけれども、桜島フェリーで海を渡りですね、島へ着き、右の方へですね、3、4キロ歩いていきます。そうするとね、そこにダーッと広がるのはですね、実は海上ではなく、ただの荒野なんだ。草木こそ生えてないですけども、大小様々なね、石や岩が転がって、でなんと深さ5メートル以上の崖がですね、何箇所にも残っています。そしてその荒野がしかも7万人分今広げようとしてるわけです。これはもうね、見ますとね、あまりのスケールにね、遠近感さえも狂ってきますね。すぐにたどり着けそうに見える向こう側の海岸線に出るまでね、一苦労だし、整地するために敷地に入った巨大なですね、まあ、ブルドーザーやショベルカーもですね、見ますとマッチ箱のようです。まあ、鹿児島市内からフェリーで15分とはいえですね、港からそうね、延々5キロぐらいは歩かなきゃなんないかな。これ考えると全国各地からね、空路それから陸路で鹿児島にたどり着いた観客はですね、これはまあとにかくすぐにフェリーに乗るでしょう。さらに、炎天下アスファルトの道をですね、自力で歩いてやっとまあここにたどり着くわけですけども、これはもちろん希望のね道でなきゃいけない。アクセスの問題から言うとかなりこれは困難です。はっきり言ってそこに行こうとする気持ちも大変なことなんです。そこに7万人以上の、決起集会をですね、まあ、やろうと考えてますから、これはまあ、何故またねそういうことをやろうと思ったのかっていうことなんですけども、このやっぱりコンサートはね、やっぱり始まる前とね、あとのこの道中ですね、道中にいろんなドラマがあるというふうに僕は確信してます。これはもうね、東京でやったら70万単位の規模なんです。実はね、桜島に7万人以上の人間を集めるっていうことは、東京でやったら70万人規模のことをまあやるわけですから、日本のね、考えてごらんよ、最南端の桜島にですね、北海道からあるいは沖縄からいろんなやつがいろんな思いを持って、背負ってですね、自分の思いを背負って、やってくるわけです。自分の青春をですね、長渕の歌で過ごした人も、あるいは子供に歌を聴かせようとする人もですね、決して優しくはない桜島までの道中でね、いろんな物語をですね生みながら来てほしい、そういう気持ちがすごく僕の中であります。ですからここはね、もうこの際僕ははっきり言って、この桜島のオンライト野外ライブ朝までやるのはね、長渕剛さんは一つの素材でいいんだ。
いわゆる島で歌うっていうことはね、長渕剛は素材でしかないわけ。あそこでですね、一昼夜ですよ、みんなと歌を共有して終わる頃にはね、桜島の向こうから朝日がバーッと上がってくるわけ。その時みんなも俺も日頃置き忘れているなんか大切な何か、口じゃよう言えないんだけど、言葉で言い表しきれないんだけど、その時に何かね、大切な何か、生きていくのに忘れてはならない何かをね、僕はみんなと一緒にね、感じたいと思ってるんですけれども、いつかの少年ちょっと聞いてみましょう。